小田急2300系電車は、かつて小田急電鉄に在籍した電車である。1955年に、特急専用車である1700系の増備車として、導入されたが、当初から、新型特急車両の導入までのつなぎ役とされていた。運輸部門からは、1700型と共通運用とする、ことから、同形式と同じ3両編成で、座席配置も揃えるという要望が強かったが、 当時通勤車の最新形式であった2200系の機器、走行装置はそのまま使用するという前提から、同形式と同様の17.5メートル車による4両編成となり、座席配置も1700型とは異なるものになった。形式は4両とも出派2300型で、車号は以下の通り、新型特急車両の3000型が4編成揃った1959年には、 特急運用から外れ、特急の保管を行う、純特急用の2、扉セミクロスシートの車両に改造され、同時に新造された2320系に編成と、ともに純特急及び急行用として使用された。その後、1963年の3100系の導入に伴い、純特急が廃止となり、2320型とともに、3、 扉ロングシートの通勤車両へ再度改造された。改造後は2200系、2220系、2320型と共通運用で使用され、4形式とも搭載制御装置にちなみアブフム社と呼称された。1982年8月に4両前車両がアブフム社では初となる廃車となり、廃車後は富士急行に売却された。なお、本節では以下、 小田原方面に向かって、右側を山側、左側を海側と表記する。小田急の特急ロマンスカーは初の特急専用車であり、その地位を不動のものにしたとされている1700型が1951年から1952年に導入されて以後その利用者数は増加の一途をたどり、1953年4月21日のダイヤでは同形式3編成により、 箱根特急7往復と、下記の江ノ島特急が2往復が設定されていた。一方で、小田急では1948年に設置された輸送改善委員会の第1回委員会の次第の一つとして取り上げられて、以降、新宿駅から小田原駅までを60分で結ぶことが目標とされ、当時としては、画期的な高性能新型特急車両の開発。 設計が1949年6月から1954年7月まで進められ、7月19日の軽量車研究会の第7回会議で時期、構造、所言等が討議され、一様の結論を得ていた。しかしながら、特急の利用者数の増加は予想を上回り、1954年頃にはさらなる増備が営業部門から強く要望される事態になり、 新型特急車両の導入を待つ余裕はないと判断されたため、1954年9月11日の常勤役委員会において SE 車の導入が決定された際に合わせて暫定的な特急車の増備として本形式一編成の導入が決定されている。なお、この年には通勤車に2200型がカルダン駆動方式で導入されており、 特急車を旧式の吊り掛け駆動方式で増備する、常勢ではないという判断から、本形式は2200系の走行機器と特急用の車体を組み合わせた4両編成の車両とされることとなり、東急車両製造で製造されて1955年に導入されている。先頭車、中間車とも車体長17000ミ、mm、リメートル、全長17500ミ、mm、リメートルで、 車体幅は1700型と同じく 2800mm で2200系の 2700mm よりも広くなっている。客用扉は、戦闘車のデハ2301、デハ2304の連結名やドリキに、幅 1100mm の手動扉を1箇所のみ設置し、中間車のデハ2302、デハ2303には、客用扉は設置せず、デハ2302の山側、 小田原砲方とデファ2303の海側、新宿方に500ミリメートル幅の非常用扉角1箇所を設けた。側窓は2200型と同じ1000ミリメートル幅とするとシートピッチと合わないだけでなく1700型よりも窓の大きさが小さくなるが当時の技術では軽量構造の車体で窓の幅を拡大することは不可能と判断されたため、 窓幅を 800mm、窓柱を 100mm とすることで、窓配置とシートピッチを合わせている。この結果、窓と扉の配置は、デハ2301、デハ2304が D14、D、デハ2302が 17D、デハ2303が 17D となった。正面は2200型と同様の前面に今井窓で、あるが、2300型では、 窓の幅を 1100mm、高さを 880mm とした金属枠のものとしてと大型化するとともに窓部分に傾斜をつけた湘南系スタイルとなった。全湘灯が埋め込み式灯で、その脇に複音器敵が2個装備されたほか、窓左右上部に赤色の微灯が正面左右下部に白色の種別表示灯が設置された。塗装は部と上部が青色。 窓周りが黄色という当時の特急色であったが、正面下部の塗り分けは国鉄80系電車と同様の曲線的パターンとなった。構え体は高張力鋼のプレス鋼材を多用し、普通校を併用してすべて溶接組み立てとしたもので、大枠では中量と大量が高張力鋼、橋量と側量が普通鋼、車体骨組みは高張力鋼。 外反は 2.3mm 厚、屋根は 1.6mm 厚のそれぞれ普通項、床板は円板を接着した 15mm 厚の耐水に焼いたとしており、これは2200型と同様の構成となっている。内装は1700型では、桜材のニス塗りであったのに対し、天井は 1.6mm 厚のアルミ板の白色エナメル塗装、側壁面には、 クリーム色のメラミン樹脂剤の化粧板が使用され、床は 6mm 厚の能力食リノリウム針となり、明るく近代的なムードになった。室内灯は1700系第3編成と同じく天井中央1列の白色カバー内に蛍光灯を2列に並べて設置し、新たにその基部に外気導入口のフィンを設置している。 窓は高さ 850mm の金属枠のもので、クリーム色の巻き取り式カーテンが設けられた。座席は、転換式、リクライニングシートを、シートピッチ 900mm で配置した。この座席は、転換式ではあるが、通常18度の角度である背もたれが、ボタン操作によって、さらに6度リクライニングする構造で、小田急では、初のリクライニングシート採用例となったものの、 角度の固定に難があり、背もたれの高さが不揃いになることが多いなど、あまり評価は高くなかった。また、デハ2301デハ2304の上高扉部に、計2箇所、デハ2302デハ2303の非常後部に1箇所の折りたたみ式補助席が設けられている。デハ2303の海側の車体中央には、長さ3000ミリメートル、 奥行き 1000mm のカウンターを持つ喫茶スタンドが設置されており、1700系の脳の 2200mm、950mm より拡大された。一方で、同形式では設置されていた丸椅子は設けられず、よりシートサービスの拠点に特化したものとなった。デファ2302の非常口の反対側にはトイレが、デファ2303の非常口の反対側には、 放送室が設けられ、放送室には1700型に引き続き、レコードプレイヤーが設置されたほか、新たに室内騒音に応じて、放送音量を自動調整するための集音マイクが設置されている。主要な機器は2200型とほぼ同様であり、高直流電動発電機と電動空気圧縮機をデファ、デハ2301デハ2304に直流電動発電機を、 デハ2304に、主制御機と、終電装置を、デハ2302デハ2303に搭載している。主電動機は、私鉄経営者協会制定の標準種、電動機使用書き l 7 5 y に準じた 75kW の三菱電機メガバイト -3012B2 型を使用しており、駆動装置は、直角、カルダン駆動方式である。 主制御機は2200型と同一の直列10段、並列9段、弱め回、次3段、発電ブレーキ13段のアブフム -108 から15、MDHB で、河川電圧 1350V、定員乗車時に起動加速度時速 3.0km、S。発電ブレーキの減速度は、時速 4.8km、S で、定格速度は、直列、並列、 弱回自覚最終段で、それぞれ19、40、時速 49km となっている。ブレーキ装置は2200型と同一の HSC、D 電磁直通式、電空併用ブレーキを、電動空気圧縮機は、容量700リットルマイフ L、ミニッツの A-2 をそれぞれ搭載している。台車は、私鉄経営者協会制定の標準台車使用書き。 N17R22 に準じた2200系の FS-203 に歯車箱循環パイプの追加などの若干の改良をした住友金属工業製の FS-203A を使用している。主な仕様は台車枠は一体中高製、軸箱支持方式はアルストムリンク式で軸距は 2200mm、同輪径は 860mm で、 重量は駆動装置を含め 5560kg、基礎ブレーキ装置は片押し式で、ブレーキシリンダーは台車走下となっている。電動発電機は、高直流電動発電機は出力交流 100V、2.5KW、直流 1.5kW、100V の CLG-107C、直流直流電動発電機は1 1 s、SO、を蓄電池は、 容量38アーのアルカリ蓄電池をそれぞれ搭載している。1955年4月1日より特急列車として運用を開始しており、これに先立つ3月25日のダイヤ改正で、箱根特急はそれまでの1700系3編成による最大7往復から1700系3編成と2300系1編成による最大9往復に増発されている。 1700系の編成店員が3両編成で186人であったのに対して本形式では4両編成で240人と増加して特急ロマンスカーの輸送力増強に貢献しており利用客の多い時間帯の足柄箱根での運用でよく用いられていたこのダイヤにおける4月時点での箱根特急の各列車は 以下の通りで、新宿小田原間は76分の運転であった、ほか、下記の江ノ島特急及び農業電車でも運用されていた。なお、特急列車は、ダイヤ改正時に最大運転時の列車を設定し、需要及び車両運用に応じて月ごとに運転列車を決定する方式となっていた。1956年4月にはさらに一往復が増発された。その後、 1957年7月に SE 車が運用を開始し、同年夏の江ノ島特急をもって1700型が、特急列車の運用から外された後は SE 車3編成と本形式1編成で特急列車が運行され、1958年4月のダイヤ改正では新宿小田原間70分運転となっていたが、SE 車の 第4編成の導入に伴う1959年4月1日のダイヤ改正で箱根特急の全列車が SE 車による新宿小田原間の67分運転となったため当初より SE 車が導入するまでのつなぎ役という目的で製造された本形式は特急車両の運用から外された改造に伴う側面窓配置の変遷前述の 通り特急列車の輸送力は増強されていたが、需要増はそれを上回っており、1953年の春秋の降落期の週末には、定員制、ノンストップのサービス急行が運行され、1956年4月のダイヤ改正では、下りは休前日3本、上りは休日3本が設定されて、特急列車と同様に需要に応じつきごとに、運転本数が決められていた。 その後1959年4月1日のダイヤ改正での特急前列車水車化に合わせて、このサービス急行を座席指定制の準特急とすることとなり、特急運用から外された本形式4両1、編成を2、扉セミクロスシート車に改造したものと、新造した同じくに、扉セミクロスシートの2320系4両に、編成の計算編成を、 この準特急として運用することになった。この3編成の設計条件は以下の通り、蒸気設計条件をもとにした本形式の改造内容は以下の通り。1959年4月のダイヤ改正より2 3 0 0系1編成と2 3 2 0系に編成の共通運用を主体とした準特急の運転が開始され、下りは休前日3本、上りは 休日3本が設定されて、新宿箱根湯本間95分で運転され、平日は主に休校などの料金不要列車に使用された。なお、場合によっては、特急列車に充当されることもあったほか、当時は2両単位で車両検査が行われていたため、変則的な編成として4両編成の2 3 0 0お及び2 3 2 0系それぞれ2両に、 分割したものを連結した4両編成で運行されることもあった。1960年3月25日ダイヤ改正における各列車は以下の通り。その後休日に新宿発9時50分と箱根湯本発11時36分が設定されたが、1963年4月1日ダイヤ改正より3100系に編成が導入され、 同年11月4日にさらに2編成が導入されて、特急の30分ヘッドでの運転が行われ、これに合わせて1963年4月1日ダイヤ改正で、準特急という種別が廃止されることとなり、本形式はこれに先立つ2月に2320、ガタは5月に運用を外された。通勤者加階像の概略図準特急の運用から、外された本形式は、 2400KHE 社へ増結するための二両編成が不足していたことから二両編成のロングシート3扉車に改造された。1963年2月より東急車両製造で実施された改造内容は以下の通り。なお、前面は編成の両先頭側とも同一の形態となっているが、車体端から乗務員室扉までの長さが 旧来からの戦闘車である、デファ2302デファ2304と、戦闘車改造された、デファ2301デファ2303とでは、異なっており、前車では乗務員室扉は、車体端から 650mm の位置に、後車では 450mm の位置にあって、以降の窓と扉の配置全体がずれており、連結面側車体端部から、車体端部の窓までの寸法も、 両者で異なるものとなっている。3. 扉ロングシートカゴは、2200系、2220、系、2320型と共通運用となり、小田急のダイヤ上も同一形式扱いであったため、本形式も含めた4形式をまとめて、アブフム社、FM 社と呼ばれるようになった。当初は、他のアブフム社と同様、HE 社の増結などに使用されていたが、 大型車の増加とともに、2両編成を3本、連結した6両編成での運用が目立つようになった。本形式は2220型と同様の外観となったが、側面窓は、扉間に 800mm 幅の窓が4個並ぶ、スタイルで、車体幅も他のアブフム車よりも広い 2800mm のままであったこと、終電装置は、ユニット後寄りに設置という点などで、 判別可能であった。3. 扉ロングシート加護の主な改造履歴は以下の通り。譲渡後の2300系1982年により、アブフム社の廃車が開始され、本形式は2200系1編成とともに1982年8月31日付で、4両全車両が廃車となり、富士急行に譲渡された。富士急行5700系。 編集詳細は、富士急行5700系電車を参照富士急行に譲渡されて、同年11月に5700型も、派5701も派5702及びも派5705も派5706となり、主力車両の一部として運用され、1984年には、台車を2220系の廃車で年出された FS316 に交換している。 その後、KO5000 系を譲り受けした1000系及び1200型により代替され、1993年10月に、同社5700型で初めてモハ5701モハ5702が廃車となり、残るモハ5705モハ5706も1995年10月に廃車となった。なお、5700型には保存のため上とされた車両も、 存在するが、本形式を由来とする車両は4両とも解体され、現存しない。なお、もは5701も五5702の台車が、廃車後に、調子電気鉄道で、破線型に流用されているが、実際には、解体前に、同じ5700系の5726も七5725と台車を振り替えて、こちらが譲渡されたと推定されている。ありがとうございます。